はい、こんにちは、ケソです。はい、どうも、ハネムンです。さあ、ダイシーダンジョンズやっていきましょう。はい、今日はどんなサイコロの目が出るか楽しみですね。じゃあ、お願いしますよ、ハネムンさん。いくよ。はい、3、2、1、4。あ、最強キャラです。初めてのエピソード3、確かに、をまあこれで最強キャラで迎えれると。はいはいはい、はい、形あるものはいつか壊れる。湿っぽく薄汚れたダンジョンでは装備品が劣化してしまうのは避けられない。臨機応変に対応しよう。戦闘後にガジェットが作れなくなる。全ての装備が再使用可能になる。4回使用した装備は壊れてしまう。壊れた装備は即座にガジェットになる。あー、なるほど、なるほど。 OK。 まあ大体全てを理解した。はい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 。あれ、なんかちょっといつもと違うか。そうだね。あ、もうトゥルって始まったね。はいはい、いきなり宝箱いけるね。やった。で、こういうのはもう4回使ったら、あ、書いてあるわ、使用回数が即ガジェット、ね、4って書いてあるわ。はいはいはい、はいはいはい。まあスライムから倒していきましょうか、ね、おもろいやんけ。もう結構いいね。ハンマー、複製、ショートソード、ショートソードね。はいはいはい、はい、はい、じゃあスライム倒していきましょう。さあ、どうしていくのがいいんですかね。ショートソード今2つあるわけですけど、強っ。66か。しかもガジェットが集中だからガジェット意味ないっていうね。まあ、ハンマーじゃない、ハンマーして、ハンマーしかなくねっていうか。そっか、ハンマー、複製、ハンマーめっちゃ使うね。ハンマー3回使えますね。いいんじゃない。ハンマーの残り回数が1回になっちゃうけどね、うん、オッケー、いいでしょう。まあ倒せるのであればね、うん、強い。ハンマー強い。はい、ありがとうございます。オッケー。で、今ガジェットはまあ集中のままだと。で、次ハンマーを使ったら、はい、もうガジェットが次からハンマーのガジェットになるよっていう感じですかね。ショートソードと変えとくか。そうですね、うん、じゃあこの杖にさせていただいて、はい、じゃあ小狼を倒しましょう。はい、はい、まあ、ノーダメでいけたら今ありがたいですね。コローの方がやり方好きですか。コローね、また、はあ、現在のガジェット関係あるか。いや、たまたま俺らが 36×6×6 分の1を引いただけじゃない、これ。すごい奇跡みたいなことが。ハンマー、複製、杖ですかね。ガジェット。あ、もう変わるんだ。ガジェットも4回までなのか。ここで変わるんだ。へ、いや、いらないよ。まあ、麻痺なんてしてもね。うん、そうね。はいはいはい、はい。まあ、今んところ問題ないけど、徐々に問題が起きそうな感じはするよね。うん、どういう感じでうわーってなるのかまだわからないね。さあ、宝箱剣ね。本当に偶然だったダイス、うん、もしくはあれが発動してたって方がしっくりくるか。うん、正直、はいはい、まあ、ステレオマンからいこうか。そうですね、不思議なマップが多いな、ね、変な感じだから。麻痺に弱い、はい、あ、え、ん、強いね。ガジェット削眼器打つ。麻痺値か。でも麻痺値だから関係はないかな。ハンマーだったら6入れれば12ダメージ出てたねって感じはあるか。まあ、削眼器打ちとくか。オッケー、打っときましょう。あ、でもそっか、それもまあいっか。オッケー、これも減っていくけどね。まあいいんじゃない。でもここで倒せる、いや、倒せはしないか。剣6ダメ。複製、まあ、剣杖かな。あ、複製は取っとくか。取っとくっていうか使う意味がないかな。ああ、まあ剣にってこと。まあ確かに複製しちゃうか。複製、まあ剣杖。これなんか同時に一気に使い果たしちゃったらえらいことになるみたいな感じに な, る な,、ね、なりそうだよね。ガジェットは1個しかないからってことだよね。あ、おそらくは。あ、超音波ね。まあ 4,、はい、4は与えてくるよと。まあ、倒せそうではありますね。え、なんか強くない、値が。ダイスがいいです ね。まあこれは勝ちなんだけど、何を減らすかだよね。もうここで剣を使っちゃうとかね。剣杖にするか、ガジェットが3あるからもったいないからとか。剣にしちゃう。剣で、まあ、ガジェットを変えちゃうのがいいかな。オッケー、いいよ。プラズマ銃ね。はいはい。でも20点打てるってことだよね、これ。そうだね、強くね。うん、いや毎度のことながらぶっ壊れてる気がするんだけどな。何かしら壊れるよね。あ、これ装備品を強化が多分弱いんだよ。そうだね、4回使ったらどうせなくなっちゃうから。ああ、そうしようか。うん、で左行くか。あ、まあ、こっち魔導士行きましょうか。リンゴももったいないしな。うん、でしょ。削眼器4回使って、プラズマ銃4回使ってみてよ。
これ一ターンに1回ってのはあるんじゃないの。ああそうだね、一ターンに1回はあるけどってことだな。そういうことか。さっきから絶対6が来るな。投げきつな。複製する。いや、いらんくね。もったいないか。倒しちゃう。どうせ倒せねえか。あー、複製にして凍結。凍結か、いいかも。複製、うん、あ、でもこのクローン、おっと、それ一生取っときたいな。これだってでも無理だ。無理無理無理、それ絶対無理だ。うん、これ倒せちゃうね。倒せちゃうね。倒すか。いや、もったいないか。6645で終わりでしょ、そもそも。あ、そもそも終わりか。嘆き打つんだったら。あー、なるほどね。まあそれかクローン装置使って杖とか絡めればクローン装置取っとけるか。あー、クローン装置使うか。ちょっとショートソードも絡めるか。あー、いいかも。ショートソード、ショートソード、うん、強い強い、強いね。まあ、なんでもいいな。杖、うん、杖減らしいの。杖でもいいよ。あー、杖ね、うん、杖でもここ杖使っちゃうか。あー、ダメだ。杖しちゃうとクローン装置がなくなっちゃうんだ。嘆き嘆きだ。まあこれでじゃあ倒して一旦は。なるほどね、はいはいはい、てかだからこれ覚えとかなきゃダメなんだ。前回何がどのガジェットになったか。なるほどな。回転と石、おもろ。すべての装備の耐久性、これじゃない？一助してる。でも回転と石の耐久落ちるんじゃない？ああ、まあとでも取ってみよう。これは強いわ。回転と石自体はなくなっちゃうけどってことなんだとは思うんだよね。はい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 。皮の鎧。弱いなこれ。混ぜ合わせ。まあ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 、まあ、あ。サイコロの目。結合した後にマイナス1か。ちょっとやだね。あ、まあまあまあ、これでいくか。リンゴは。リンゴは意味ないね。海賊倒しに行きましょう。ショップ行ってあれを買うかどうかだね。6がすごいんじゃ。これクローンでさ、回転投石やって嘆きめちゃくちゃ、うん、いける、うん、耐久値上げるか、うん、じゃあクローン行くよ。クローンして回転投石で、あー、なるほどなるほどなるほど。いや、これ強くないか。回転投石なんかもっともっといい武器の時に使うべきかもしんない、ね、これ嘆きなんかに使うもんじゃないかもしんないな。まあでもちょっと打ってくか。まあ倒せるよな。あー、倒せ。666で18。まあ倒せるね。あ、倒せねえ。倒せないか。あ、次のターンだね。あ、残り2までは削れるけど。まあ嘆き嘆きは打っちゃうか。オッケー、嘆き嘆き、まあ、ショートソードも使っちゃおう。小祖小祖小祖砥石入れとく。小祖小祖砥石、小祖小祖砥石。オッケー、砥石強えな。強え。これキーだな、砥石。あー、ガチ強えぞ。ドンマイン。はい。あー、まあガジェット使っていいでしょう。まあまあまあ、まあ、使っていいか。でもショートソードか。あー、ショートソードもう使っちゃうねこれ。で、クローン装置が変わっちゃうんだよ。あー、砥石で延命する。どうする。だから多分同時になくなるのは弱いと思うんだよね。まあ弱いよ。でも、うん、クローン装置がちょっと強すぎないですか。強すぎないけど、これをずっと取っとくなんてことは無理だよ。強すぎないですか。あ、取っとくな。動きにするじゃん。杖ショートソードにしないじゃん。あ、杖ね、はいはい、うん、まあわかるよ。とても強いよね。強くないですか、クローン装置。強いんですけど、うん、まあ、これなんだったらショートソード抜きたいよね今ね。まあ、これここで抜けばね、うん、ここで装備を変えちゃえば、まあまあまあ、うん、クローン装置は活かせるよね。こっちのショートソードにしてな、うん、まあ嘆きとかはいいよ。嘆きは逆に回転砥石があるから弱いの入れといて増やすとかね。ああ、ここでね、うん、杖があと2か。混ぜ合わせも入れてみるか。で、買ってもいいけどね、杖を。ああ、杖を購入してね。やめとく。ああ、今後次第なんだけどね。やめとくか。オッケー。じゃあ回復だけしていこう。リンゴがもう踏める。まあどこでもいいな。ドリアス殺します。それが宝箱開ける？一旦。ああ、そうか。ここ開けられるんだ。一旦開ける。
あー、ブロッソね。強いよね。ブロッソいいね。強いね。まあ一旦いいんじゃない？オッケー、取っとくわ。うん。あ、ドリアス殺すわ。オッケー。はい。抑制しよう。ああ、弱いな。急に弱いの起きたな。混ぜ合わせでも6は作れないからね。混ぜ合わせで5か。そうだね、混ぜ合わせで5になっちゃう。クローン、あ、ダメだな。一旦複製、複製するか。どっちにしろじゃん。あ、複製する。混ぜ合わせで4と3と2、3と2をやれば4ができる。うん、そしたらショートソードを打てるか。あ、違うか、失敗したか。これで4と3やれば6作れたか。あー、なるほどね。あ、まあいや、いや、今はいいんじゃない。もうショートソード打ちたいし。ショートソード打ってくれ。まあまあ3と2で4作ってって、ショートソード。あー、どうする、嘆きもいっていいかなと思う。あー、確かに4と3やれば嘆きが6で打てるのか。嘆きショートソードいけちゃう。あー、なるほどね。じゃあこれで本当だったら6-1だけど、6が1個できるはずだと。で、これ6 でクローンすればよかった。失敗した。凍結か。うん。そうか、ここでクローンすればうまいね。そう。OK。うん。OK。ハエトリグさんも全然食らない。集中が来ましたね。すべてのサイコロの目が6になる。あ、もうなってる。うん、あ、今回すごいな、ダイス。ちょっと回転遠いし、あー、どうだろうな。まあ、複製はしちゃうか。クローン複製。回転砥石も使っちゃう。いや、でも弱いよ、こいつら別にいらないんだよな、うん、正直。でもここで使うとガジェットが変わっちゃうからやだよねってことなんだよね。まあでも、まあどうしよっか。もういい。まあそうだね、最後までは無理だもんな、うん、だったらショートソードも打っちゃう。オッケー、こっちにショートソードも打って、うん、で、ここでもう投げ火ぐらいに変えてもいいかな。プラズマ打てるんだ。あ、そうか、プラズマ打てばいいのか。へぇ、だったらさ、なんか、だったらさ、一気に変えるの強くない？一気に変えたらそうだね。うん。常にガジェットを打てるけど、装備が全部なくなっちゃった時だよね。減ってくってことだもんね。そこがまあ、ちょっと怖いとこだね。うん、あー、混ぜ合わせじゃなくて、杖にしとくかな。オッケー。宝箱も開けて、あ、杖が。よかった、買わなくて。あ、ハエトリ来たんだ。弓の子。いや、弱いっつある。嘆き。嘆きって進化すると何になるんだっけ？小さくなるだけだっけな。何？強化？だ、強化して、ボス戦の時だけ、デュッて出すっていう。のはいいと思うんだよね。はいはいはい、それをやるんだったら強化する必要もある。必要というか、やってもいい。なんかね、見れるのか見れないか。強化ガジェットのプレビューか。ガジェットか。だから嘆きもうここで買っちゃって、はいはい、ちょっとブロードソードこれ強いから、どっかのタイミングで進化させてこれボス戦に持ってこうか。ああ、いいんじゃない。うん、はい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 。まあ今はそれでいこうか。今はじゃあこれで呪いの壺レベル3。オッケー、壺を殺そう。こいつは毒がね、バイバイゲームだからね、はいはい、早めに倒したい感じはあるけど。よく覚えてんな、敵キャラ。何にも覚えてねえや。覚えてますよ。さあ、集中してもいいけど、いいんじゃない。てか火力が良くないな、これ。嘆きが1回、ショートソードが1回、杖が2回でしょ。プラズマ撃つじゃん。ああ。プラズマ撃って嘆き撃ったら嘆きが何かに変わるんでしょ。なるほどなるほど。まあそれやっていくしかないか。プラズマ、ショートソード、プラズマじゃない？ああ、そっか、このショートソードをプラズマ銃になるのか多分。プラズマ、ショートソード、プラズマ、プラズマで集中嘆き、集中回転投資嘆きでもいい。あーは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 ー、あー、集中回転投資嘆きってしとけば嘆き強いターン使える。オッケー、うん、で凍結も分かった。ああ、いいで次プラズマ銃絡めながら、ああ嘆きをか。おーおーおお、これブライトまで。あ、でも毒ガスが全然打てないから。あ、オッケーオッケー、あぶねー。ここで倒したいんだよな。3、2、4か。プラズマ、うん、オッケー。3、2、4弱いな。弱いね、これ。プラズマ4嘆き、
4投げ切れ、これがダメージ5だったらな勝ちなんだけどな、ダメージ 5っぽくないよね。いや多分ね、さっき見た感じは凍結をランダムでプラスするだったと思う。あーなるほどね、杖かな、杖打っとくか。6、6、1援助、6の1援助か、6の1援助にするか。嘆きでも嘆きは4ダメしかないから、あ、いや待てよ、そうだね、あー違うか、ダメだ、あー3、あダメだな、うん、まあ杖いくか、どっちかしか出ないもんね、うん、あー杖いく、杖いって次のターンだ。いやーブライト、あれ来ちゃうかもね、あーブライト来るなこれ。ただどっちかすきは1なので2倍になっても3です、あ2です、オッケーオッケーオッケー、ザコです。あオッケー、まあプラズマでプラズマフィニッシュで、オッケー、さあさあ武器が少なくなってきた。さあこれでもレベルアップかな、ありがてえ、レベルアップありがてえ、おお、ナイスサイコロ。さあ装備げ、2回でしょ、ショートソードが、あれショートソード、なんでショートソードあるんだ、さっきガジェットにしたはずだぞ俺は。そう戻してみよう左に、はーい、わかんないです、だって書いてないもん、まあ、回数がバグですか、バグなのかな、うん、いやちょっとあれだな、でかいな、こっちの投げ切りしとくか。川の鎧入れとく、川の鎧入れるか、こんなもんかな、まあ、てかショップもあるし、あそうかそうか、いろいろあるから、ちょっと小さい火力が欲しいな、強化あるよ、強化見てみる、見てみる、ブロードソードいっちゃえばいいんじゃないこれ、あーあんま美味しくないな、大きいまんまか、最後のプラス1、もうショートソードにすると回数戻るんだね8ダメージ、投げ絶対バグだけど、でそれは装備のところは、装備の方すべてのあ、グースで OK になる、あはい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 、回転と石、うん、でも守りたい武器がないんだよな、別にないね、うん、投げ気は、あそう見たか、そうだね、うん、ちょっとないね実は、だけど実は強化したいものがない、一旦ちょっと杖と無知だもんなこれな、宝箱開けに行くか、うん、ここら辺見て、ああ、偽造ね。強いよね。偽造はマジ強い。偽造確か進化すると小さくなるんじゃなかったっけかな。違かったっけ。いやーああ。まあ、ボス戦に備えて、この最後偽造ぶっ込んでもいいかもしんないね。まあ、それか、うん、偽造使ってって1になった時に強化すれば、ああ、なるほどね。4に戻るか。で、多分これガジェットがクローン装置なんだよ。わかる。うん。だ相当強いから、でも強化できるのってこのタイミングしかないんだよね。まあイエティで死ぬほど使って最後、そうね、イエティ戦で使う前提で動いてみようか、そうしよう、最後強化して、オッケー、じゃあここで、じゃあ杖かな、で投げ、この投げ機は4だから、あちょっと火力が足りないかな、にして川をショートソードはないのか、ショートソード分かんない、これ入れてみるか、あだったらこれを杖にしとくか、そうね、杖で OK、 すごいな、杖2の方があったかな、あーはーはー、まあ2でいくか、うん、そんな、あしかも杖これあれか、イエティにダメージ12飛んのか、強いな、あーでかいね、 OK 行こう、ただ12ってのは6を出さないといけないけど、6を出さないといけない、運が良すぎて今回なんかパニックに陥ってんだよな、また6あるし、うん、まあプラズマ打っていい、で偽装をやって増やして、うん、もっと偽装していいよね。ああ、確かに。うん、じゃあ、つえつえは打ちたいよね、ここでね。うん、だから24台目じゃない、そうだね。ああ偽装はもう1回までは打っていい。打っていい。で、つえで、ここで12ダメージ。ああじゃあ、つえつえプラズマ銃で終わりだ。プラズマ銃からつえのガジェットって。なんだろうね。まあ、3ダメージはあるかな。火の3ダメージかな。ガスバーナーか。ああじゃあ、これで終わりだ。強っ、うん、素晴らしい完璧な考えじゃん、完璧、うん、で、ここで偽装を1まで使ったからここで強化することによって、そうだな、4に戻るはずだよな、やった完璧じゃん、でこれはボス戦に大事、そうね、取っとこうね、ボス戦に取っとこう、これはもう散々使った結局、うん、最後クローン装置にして、ね、6666って増やしてクローン倍にして、 OK プランができた、完璧じゃん、プランができた、さあじゃあまあ嘆きの、それを何打つかだよね、その後ね、
それこそブロードソードか。ブロードソードに6全部ぶっ込んで、8点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 って言ってもいいよね。ああ、いいね。じゃそのつもりでブロードソードも取っとこうか。OK。じゃあまあな、ここら辺の嘆きとか杖とかで戦っていくか、とりあえずは。そうね。嘆き今いくつ？嘆きが1と4。4か。回転砥石が。回転残り1だね。1だね。ショートソードは0だよね。多分これないと思うんだよね。バグってるだけだと思うんだけど。まあ、そう言って行ってみるか。多分ショートソードないとは思うんだよね。まあ、行こう。OK。左か。まあ、どっちもいいか。ウィスプイグは。OK。ウィスプ、氷に弱いんじゃない？炎に対して強いか。はいはいはい。OK。ちょっと低めか。ああ、じゃあガスバーナー。炎に対して強いってことだ。そうだね。まあ、いっか。ショートソード生きてるな。よくわかんないね。ね。ガスバーナーの後ショートソード打ってみるか。オッケー。ガスバーナー、ショートソード、で、これプラズマ銃だよね、多分ね。うん。あ？バグり散らかしてるな。このショートソードバグり散らかしてるな。バグったね。やばいな、これ。これ嘆き。嘆き左投げきいい、ね、左行ったら？ああ、左で凍結させちゃうか。もう変えちゃっていいんじゃない？あ、ああ、ランダムな値だって。えい。強っ。ああ、強これ。この3の投げ撃打つかどうかだね。そうだね。だってあとこの4回であの32を減らさなきゃいけないんでしょ。3は打つか。いや弱いか。足りなくね。全部6出しても24ダメージしか出ないですよ。これ終わった。これ終わったかもしんない。もしくは回転砥石で2回増やして。あ、これ結構やばいぞ。これやばいか。うん、回転砥石1回か1回増やして30。一旦終了するか。これやばいぞ。ダメージが足りない。なるほどね。おい、ちょっと予想だけ1個。次はブロードソード返ってるんじゃない？あー、そうだよね。本当だ、うん、なんだこのショートソード。多分だけど、うん、バグじゃなくてそういうものか。うん、多分こいつはなくなると困るから。はい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 。だって勝てなくなっちゃうから。はい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 。そういうことなんだ。そういうものなのか、このショートソードは。多分だけど。あー、助かった、これのおかげでね。なんとか、うん、多分だ。4ダメというか、まあ1から4まではいける。はいはいはい。まあ、で暴風でしょ。で、まあ、強っ。うん、投げちゃっていいよね。まあ2と3は、3はやめとくか。オッケー。強いけどね。ああ、うん、相手に刺さってる。あ、6ありがてえな。あ、来ちゃった。まあドルショートソード、まあ4ショートソード、で暴風5。6打撃打っていいかな。そうだね。あ、まあ、これで全然、はい、あ、でも、まあ、いいと。愚者の火は打ってくるか。消失って何だっけ。かぶったダイスは消える。かぶったダイスは消えるだけか。まあ別に、まあ、ショートソードが打ってって、うん、結局次のターンか。そうだね。まあ暴風打って、あ、弱い。打撃かな。さすがにあれ来るかな。まあで次、あ、よ、3で投げきで終わりじゃない。3投げきで終わりか、うん、じゃあ倒しちゃうか、うん、いいとも投げきも。まず OK。 そうか、そういう仕様なのか、ショートソード、うん、多分そうだね。こう確かに全部なくなっちゃうと詰んじゃうから、だからそれ入れ毒じゃない。これでなんなら強化してもいい ね。 ね、確かに。杖とあれ、ショートソード、混ぜ合わせもいっとく。偽造ワードで使いたいもんね。ちょっとこれじゃ火力が足りないな。うん、なんか宝箱で。そうだね。ああ、ショートソードが来た。うん、まあいいんじゃない。杖が8ダメ、まあ、革の鎧さすがに取ってショートソード入れとけばいいと思う。まあ多分杖でボコボコにできるな、雪だるまだったら。雪だるま今暴風だから、火に弱いから。ああ、そうだね。ああ、オッケー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 。行くぜ。行こう。杖が12ダメージ。オッケー。対して弱い。ゴーゴーゴー。まあ、混ぜ合わせする意味がないから、まあ、杖を置いちゃいたいけど。防風説打っちゃうか。まあ、これは打っていいな。凍結させて。1か。まあ、こっちのショートソードは打つか。うん、OK。あとは、まあ一旦杖2個入れるか。そうだね、杖で。うん、
まあちゃんとやることないか。そうだな。あ、混ぜ合わせればよかったな。混ぜ合わせればショートソードいけたか。そっか、1と6ができるのか。いや、5、5だから9だから6、3じゃない。6、3ができるのか、うん、あー、6か。回転砥石ができるぐらいだけど。いや、ショートソードが打てるんじゃない。ショートソードと杖でいいのか、うん、まあどっちでもいいよ。打ってみよう。再現、いずれかのサイコロ1つ複製だ。3打っちゃって3を杖に入れれば、そうだね、3を杖に入れて再現すれば杖がもう使えてるわ。おらー、はい、大ダメージだ。オッケー、まあ、次は倒せるでしょう。炎上凍結ね。はい、どうも。まあ、ダメージは1だと1、3かな。1、3で凍結、凍結、凍結 か。うざいけど、いや、うざいな。これかなりうざいね。いや、これうざいな。びっくりするね。ショートソード1ダメ。まあこれは打っていいか。うん、まあ杖に入れるしかないね。てかどうせ杖で12ダメージだったらここで11にする必要ないから、もう全部ぶっこんじゃう。杖か。オッケー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 。もう次これで再現もいらないもんな。倒す。オッケー、よし。まあちょっと嫌だね。1と5か。6ダメージ。で、凍結2ね。OK。まあ、集中も溜まったし。まあ、OK。杖で倒せると。よし。完璧。OK。よしと。さあ、これでまだレベル上がらないが、次だ。次でレベル上がる。うん。ここの宝箱は、プラズマブラスター。いいね。こういうの欲しかったね。入ってる。あ、ここにいるのか。回転砥石、あ、まあでも杖上げたりしたいか。プラズマショートソード、うん、次はもうショートソードとブラスターで戦って、偽造を入れて、うん、あ、いやでも偽造はそっか、さすがにボスにも本当に取っとくか。完全にまあ偽造次使わないで回転砥石で1上げとくってのも面白いけど、まあいいか。あ、行こう、このまま行こう。 OK。 リンゴ食べれる。リンゴ食って、もう次が、あ、まだ4層か。まだあるのか。そう。まあさすがに大変だね。そうだね、武器が少ないや。おお、でも強い。1と4使っちゃって、6で確定再現したいね。1と4ついに、いやでも4はソードに入れたいか。4はショートソードに入れるしかない。こっちのショートソードね、うん、お得ショートソードね。ただ1をついに入れても別にもったいないんだよな。そうだね。しかも6って回転砥石と杖にしか置けないから、そう、かなりもったいない。あ、だったら4が増えた方がショートソード打てるか。あ、確かに。いや、そんなことはないか。これ1ってのが微妙だよな。そうだね。回転砥石のガジェット何になるんだろうね。再現して回転砥石しちゃう。いっちゃうか。再現回転砥石。あ、6引いた。バリケードになるんだ。へぇ、まあ、これじゃあ、まあ、打ち毒だね。まあ、これは、ショートソードに。ショートソードと、まあ、杖しかないもんな。で、そうだね。ショートソード杖だな。あ、プラズマ銃に変わっちゃった。あれ、まだ1回残ってたのに。あ、でも1回だからか。あれ今、あ、あ、あれは残、1増えたんだ。1増えたからか。あ、でも、多分戻ってくる。多分戻ってくる。うん。大丈夫だよね。そう、戻ってくる。大丈夫というか、なんかまあ多分よくわかんない、あれだけ変な仕様になってると思うけど。あ、まあまあまあ、杖打っちゃうか。そう、1も入れちゃおう。よし、OK。よくわかんなかったね、あれ ね。うわ、両方来る。あ、来ねえわ。ファイアボールだけだ。炎上、炎上。点差、集中ついた。レベルアップなんで。あ、なるほど、ね。プラズマ銃は打てます。あ、戻ってこないな、あれ。プラズマは打つ。いや、その試合中は前も戻ってきてなかった。ああ、そうなのか。うん、で、6、1と3、6で杖つ。あ、杖つえいけねえわ。杖は1回までしか受けない。で、ガスバーナーになるから、杖が。だから、9ダメージは出るんだよね。あ、だったら。ショートソードに3ブックコインもいいのか。そうだね。じゃあ、6、1で、杖をやって、うん、ガスバーナー打って、ショートソード3で、勝ち。終わりと。OK、OK。ナイス。ここでショートソードが戻ってきてるはず。戻ってくるよね。さっきは戻ってきたもん。あー、あ、強化で、あれか、ブロードソード。
行っちゃうか。うん、まあ、ただこの後の戦いが超きついな。それはあるな。ハンマーが多分無難だけど、あ、まあ、強化だと、まあ、夢はあるよねって感じ。まあ多分次の層にも強化出るんじゃない。そうね。あ、ハンマー取っとこう。こうで宝箱。あ、杖戻ってきた、ね。またか。杖すごい今回大活躍だな。俺ブローズショートソードない。ショートソードなくなった。バグです。バグだったんだ。じゃあバグだね。あれバグだったんだ。あれ1増やさなかったら永遠に使えたのに。そうだったんだ、うん、え、じゃあもう本当にじゃあ積むことがありますよっていうモードなんだ。そうだね。キャー、あるわ多分。救済ショートソードじゃなかった、うん、ただのバグだった。そうなんだ、いきます。行こう。バグなことあんの。うわーちょっときついな。右から上からだね。こいつからダイウルフか、うん、毒に強いなダイウルフ。まあこの装備でいけるかな、うん、まあ集中もあるんで。そうだね。あー集中使いたいなー。集中っすねー。集中、ガスバーナー、ハンマー、杖。あ、ハンマー、ハンマー、ハンマーとかもいいのか。ハンマー、ハンマー、ハンマーできるけど、ハンマー終わっちゃう。ハンマーは麻痺3プラス3スキルは敵の。あ、敵のスキルは、うん、毒だね。毒、ダイルフで呪い。麻痺、麻痺、麻痺とかでも。うん、なるほどね。いいんじゃない。麻痺、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 麻痺で杖に毒だけ入れとけば次2が出ても。これはなかなか、うん、ありだと思う、うん、うん、痛い。あーでも遠吠えはするかな。あー爪なんだ。爪、爪ね。爪、爪、はいはい。遠吠えはしてこなかった。あ、まあ、ガスバーナーは打ってよし。オッケー。でショートソード5点、プラズマブラスター5点いけるね。プラズマブラスター5、杖で6、杖で3ぶっ込んで、プラズマで5、6、11、足りないね。あ、まあ5をやっとけば、ね、炎上で1個だダイス使えないから。そうだね。そんな来ないんじゃない、うん、そんくらいだな、うん、でガスバーナーでガチャ。そうね。あれは使えない。さあダイス3つ。あの逃亡はする。呪いは全然いいっすよ。あ、いいじゃん。じゃあ呪いもガスバーナー打って勝ち。フィニッシュ。 OK。 呪いなんだっけ。呪いは 50% の確率で失敗する。消えるって困るね。本当だね。消えるだいぶ困る、ね、呪いだいぶ危ない。 あプラズマキャノン来たか、まあまあ4、3、1か。もうハンマー次使い潰したな。そうだね。まあシンガー倒して、うん、リンゴ2個持ってる状態でいきましょう。あ、6来た、6来た。壊れたガジェット。なんで壊れたんだ。わかった。最後呪いだ、うん、呪いで壊れたんだ。あ、じゃあハンマーでもうやっちゃうか。呪いやばいな。呪いやばいな。これ呪いボスとかだったらやばいぞ。で殺眼器、まあブラスター打って、ブラスターショートソード杖か。そうだね。いや結構きついなこれ武器が。うん、あー強い。でも麻痺読んだから結構大変なはず。そうね。あ、両方打ってくるのか。高音6減らしてね。集中が打てる。だけど集中しちゃうと、おっと3ダメージになるのか。きちい。まあ一旦削眼を打つしかなくて、うん、まあ、ショートブラスター打ちたいか。そうだね正直集中よりも。あー、ショートブラスター5、杖は待ってもいいかもね。さすがにな、3ダメージって言われたらちょっとゲロゲロってなるよね。3だけ入れる。あ、3で入れて減らすだけ減らしとこうか。うん、ちょっともったいないけどね。しゃーん、また弱体くんのかな。6入れて3の方がよかったか。いやでも杖そうだよな。杖3ダメージで打ちたくないもんな。打ちたくないね。弱体でもまた来ちゃうわ。2個くるのか。あー通弱体か。やだな、弱体も刺さるな。うわまずい。削眼、ブラスター5点は打てる。削眼は OK で、ブラスターがダメージ5、ダメージ3かな多分。ダメージ3のガジェットになるんじゃない。あー、ガジェットのガジェットが、うん、まあ打っちゃっていいか。打っちゃおうか。あ、そうだね。オッケー。よし、これでいいかな。杖もいっちゃうかどうかだな、これ。次5点とほぼ確定で弱体だと思うんだよね。2。あー、なるほどね。
いや売っちゃおう。あ2で行って、ね、6減らしといて、そうだよね、でもう次頑張って倒そう、うん、多分プラズマ銃もあるし多分いける。はい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 、3麻痺が結構効いてるから、そうね、まあ2は来る、弱体1来る、じゃなくて、まあ高音が来ない、弱体のおかげで高音が来ないから、はいはいはい、まあかなり有利に戦えてはいる。そうだよね、まあ、しょうがない。プラズマ5点と杖の33点とショートソード、ショートソードの 1で勝てる。あぶねー、ショートソードの 1、 あー1ダメージで勝てる。あぶねー。あと杖を潰すこともできるのか、4どっちがいいかな。まあプラズマ銃強いもんね、うん、1でいいと思う。ふぅー、あぶねー、詰むとこだった。リンゴ両方食っていいね、これね。でガヤガヤ鳥なんだけど、ショートソード1、杖1、まずいな。まずいね。プラズマキャノン。プラズマキャノン使っていくしかないね、これ。もうでも偽造も視野だな、正直。偽造視野だね。つらいな、これ。装備強化多分、ま、無理だから。下からがね、ラッドキングだけど、ラッドキング確か強いんだよな、こいつ。連鎖してくるんだ、確か。あ、毒だ、毒、こいつ。ブロードソードじゃない、これ。解禁。ブロードソード解禁。だって勝てなくない？プラズマキャノン、川の鎧って言ってる隙間あるかな？場合じゃない。10ダメージでしょ、確か。プラズマキャノン10ダメージ。え、ブロードソード強化してないのか？してない。だったらここで1まで使っちゃって、最後強化して4に戻してもいいね。あり。しょうがない。頑張る、プラズマキャノンでいく？まあ、そうか、難しいな、でも本当に難しい。で集中あるから確かに、あー、まあここ使わなくてもいいかも。あー、そうだね、大質強いからね。まあプラズマ銃撃つ、プラズマ銃も撃ち尽くそう。この5点はマジでかい。これ偽造ブロードソードの連打でこのターン殺すこともできる、実は。あー、なるほどね。8点ね、うん、はいはい、それかもうショートソード撃てば、それもプラズマ銃だよね、確かね。これが3点だったかな、プラズマ銃3点か。まあ3点も強いけどね。まあ、ショートソード使い潰してもいいなぁ。いや、次のプラズマ銃撃ってから潰しちゃおうぜ。どうする？オッケー。じゃあこのターンはブロードソードのみ。ブロードソード、あと全部プラズマキャノンぶっ込んでもいいし。ただもう一回敵と戦うんだよこの後。そっか、あんま偽装を減らしたくないんだよね、ボスに備えて。使わないなら偽装は4で取っときたい。オッケー。やばい時に。でブロードソードはいくら使ってもいい。そうだ、だブロソロはもう6は入れちゃう。まあ一旦入れちゃう。この8ダメージを与えると8ダメージね。で3、あとこれ毒だよね、確か。そう、毒だから川の夜関係ねえや。サイコロ入手だから全キャノンかな。ブロードブロード、どう、全キャノン、それともショートソード4入れてショートソードのガジェットまで打つかどうか。ブロードブロード打てば一応12点通るよ。あー、なるほどね。レモンか。いや、もうプラズマ入れて次集中するわ。いやー、集中か。まあまあ、あと2回こいつともうガヤガヤ鳥があるんだよね。そうだ、ボスに、まあ、集中取っときたい感じはあるんだよな。あー、これ4つは来るわ。まずいなー。あー、5つ来るね。全部来るね。あー、全部だ。毒ダメ。これ次は殺さないとダメだな。頑張ろう。あー、4が来た、ナイス。4は打ちたい、ね、プラズマでこのガジェットを使い尽くしました。まあ、プラズマはいい、うん、でショートも打っちゃっていいでしょ。ショートで4打ってプラズマか、うん、ここで5を打てた。いい、キャノンで、まあ、集中キャノンブロードソードで、いや、いや別に、うん、集中しちゃってもいいよ。集中使っちゃうか、どっちもいい、まあまあまあ、使わなくてもいい。いや、使おう、ここで使おう。1を6にして、ちょ待って、なんかないかな。ブロードソード16、まあ、偽造1使えば余裕か。そうだ、偽造1使えばいいんだけど、いや偽造1と集中1どっちが大事かだね。いや、次1戦あるし偽造使っちゃうか。ガヤガヤ鳥もじゃあ集中使わないで倒す形。いや、ガヤガヤ鳥を集中使って倒す。ああ、なるほどね。じゃあ偽造ここで1回使っちゃうわ、うん、でこうして、もう何でも勝ちよ、そうしたら。でこうね、ああ、まあまあ別にブロードでもいいし、
ほど。これでいこう。よし。はいはいはい。ふう。で、ここの宝箱で、双剣。おー。へー。なんか面白いの来たな。それ強化どうなるかによってはって感じで、ね、ここにリングあんのかい、ブーメランもあるんかい、スパナもあんのかい、強いな、全部買えるよ、ちなみに。ああ全部買おう。ああうめえ、あうめえ、よかったね前のとこで買わなくてね。さあどうするかこれ。双剣か、ブロードソードと双剣、まあ、ブーメランの強化も強いけどな。ブロードソード一旦外しとく。うん、杖使い潰しちゃうか。これもしくは双剣を残り1までだったら、 あそうね、じゃあ双剣は使っていいか、うん、ブロードソードと双剣強化強い方で、ね、でスパナも使える。だから偽造取っちゃって、偽造と革の鎧取っちゃって、そうね、うん、あでも1個余っちゃうか。ブーメランかキャノンかどっちかいらないんじゃない。でもキャノン超使いづらいんだよな。まあまあまあ大変。でもキャノンを使い切った時のガジェットがクッソ強い可能性はある。ちなみにこれ見れるよね。あ見れるか。あ、すべてのアクサレレと6減らすだった。じゃあ弱いわ。うん、あ、ブーメランは激怒なんだよね。ああ、強いよね。ブーメラン激怒か。でも、ちが考えてる感じだと激怒いらないね。連続で打つだけだから。1回増えるだけじゃない？そっか、うん、あんまりか。まあ、プラズマキャノンいらないな。じゃあ、杖にしようか。これでじゃあ次の戦いは頑張る。オッケー。で双剣かブロードソード強化して、そう、ね、どっちかを4にして、どう偽装とのコンボで、はい、頑張る。6が1個出ればいい。オッケー。なんならスパナもあるからほぼ確定かな。よし、スパナ偽装でいけるから。スパナ偽装ね。ああ、だ次の戦いにかかってる。オッケー、行くぜ。ガヤガヤ取り、これをまあ死なないで倒せばいいんだよね。そうね、まあ、しかもまあ集中も一応ある。プラズマ打っていい。こいつなんだっけ。ガヤガヤドリは回避。封印してく。あ、回避か。回避と弱体。沈黙。と沈黙か。杖に3つ。まあ今弱いから集中してもいいし。集中双剣双剣で20のダメージか。ああ集中使っちゃうかなここで。それか集中ブーメラン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 で終わりだね。ああこれレベルアップだっけ。うん、レベルアップのはず。ああ、じゃあ集中ブーメラン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 するか。そうだよね、合ってるよね。6ダメージだもんね、あれね。6666だね。6666で俺は何ダメージ食らうんだこれ。24ぐらい。24か。じゃあでどうせここでレベルアップでしょ。でブーメランが終わっちゃう。ああいいんじゃない。あ、強えや。うん、あ、もうリミットブレイク溜まったわ。よかった。これ、よかったぞ、これ。OK 。で、激怒な。うん、激怒。まあ、激怒そんなにあれだけど。まあ、でも完璧な状態じゃない？かなり来た。ここかなり完璧な状態で来て。で、この強化で、双剣が12で最高にしてしまう。なるほどね、だって相手にこれ4ロックできるぜ。そうだよね。うん。おもろ。それにするか。4ロックするか。ただ4ロックした次のターンはうちら何かあんのか。うち4ロックして、まあブロードソードを持っていくしかないかも。減らしてるよねかなりね。あと2でしょ確か、ブロードソードって。そうだよね、ブロードロード、ブロードロードだって。ブロードソードの使用回数を増やしておくか、はいはいはい、ロックするかじゃない。あーそうだね。でもブロードソードが、あ、双剣が4発打ったら48ダメージで激怒1回絡むから 60ダメージ出るんだよね。うん、60ダメージ出したらほぼ人は死ぬんじゃない。オッケー、強化で、はい。で杖はいらないでしょ。杖はいらない。偽造をプラブロードソード、うん、でこれでこれが66で出れば88出るから76ダメージ出ると、うん、でもしかしたら双剣もガジェットに変わった瞬間プラズマ銃だから83ダメージぐらい出るよ。あよと、なるほど、ね、心配だったら、いやそれ、あまあそれプラズマキャノン、まあそうだね。あ、しかも集中があるのか今だったらスパナいらねえか。あそうだね。
あ、偽装3回なのか。そう。そう、偽装使ってんのか。うん。激怒、あ、違う、偽装、あ、激怒って偽装かかっちゃうんだっけ。かかっちゃったはず。かかっちゃ、あ、どうだったっけな。集中、偽装、偽装、激怒。偽装を、クローンか。そうだ、それ偽造があれにかかるかどうかと激怒にかかるかどうかだね。でも2回行動しちゃいそうだな。まあ最悪その激怒はいっか、うん、まあ、これでいこうか。考えなくてもいいんじゃない、うん、オッケー、よし、ボス瞬殺ね。ボス瞬殺ルートね。よし、完璧に組んだ、うん、まあプラズマ、最悪プラズマキャノンに頼ればどうにでもなるから、オッケー、いける、オッケー、しこ。でこれ一番怖いのがなんかドレイクみたいな感じで、あ、よかった、でも知らないキャラだ。誰だ、スカサハナっていたっけ。初めて。うわー、なんか2マスしかねえし、こいつ怖い。なんかすごい防御してきそう。ロック体勢あるの。ロック体勢あるの。俺ら今4ロックするつもりで来たんだけど。え、4ロック。あ、でも HP は70だから、まあでもダメージは通るでしょ。だから双剣をレベルアップさせた意味は なくなった一旦。まあね、うん、そうだね。まあしょうがない。びっくりした。まさかロック耐性があると。しかもダイス1個だ。ああ、魔術師みたいな感じか。そういう系ね。五炎上六麻痺四凍結。やばいねこいつの技。やばいわ。うわー、これ全部な何来てもやだね。まあここで大ダメージ与えよう。いくよ。集中。偽造2回打って、ね、で一応激怒打ちます。うん、多分これがダメなんだよね多分。それか、うん、激怒そう、あ、でもそうすると偽造の数がもったいないか。激怒双剣した後に偽造とか、あー、そう、2個減っちゃうか、ね、サイコロが。あー、そうか。え、でもそんなにいらなくない。そんないらない。うん、でここで双剣打っちゃって、ここで双剣を66で打っちゃう。うん、ありじゃない。で、相手に24ダメージ与えちゃう、うん。で一応ロックのはずなんだけど、ロックはなぜか効かない、なぜか。ふざけんなよ。でここで偽装して、ガジェットをクローンにして、全サイコロ複製で6が12個。ああ、勝ちですよこんなの、うんうん、どうやって負けんの。なんならもうこのターンに、うん、いや死ぬよあいつ。いけますね、うん、何がロック耐性じゃ。プラズマ銃も撃っちゃうよ。だってバグって双剣置いてあるもんこれ。なんか、だって置けねえもん。バグに散らかしちゃったよこれ。さよならつかさは。バグっとるんだからもうこのゲーム。あー、めっちゃ面白い。ああやってバグったんだろうな、ブロードソードもな。そうね、うん、あー来ました、はい、茶番と。いいよこれも回さなくて。まあしょうがない。中古のピクニックセットやった、ありがとうございます。はい、来ましたね、最強。強いっすね。やっぱりこいつ強いんだよな。強い、本当に星4か、まあ、やっぱ一番辛かった、一番辛い縛りではあったね今回ね。あ、まあまあまあもちろん、まあね、うん、それでもやっぱガジェットは強い。いや辛かったよ今までに比べたら。一番考えた感じしない。あ、まあ考えたけど、うん、考えたら一番簡単だったよ結局。だって最後、うん、もう決まったじゃん、じゃあ途中でルートが。まあまあ、ね、ルートはね。でも途中でさ、ショートソードがバグったおかげで勝ったとこもあったじゃん。確かに、うん、だ下手したら積んでたみたいな可能性はあったな。はい、ということで、まあ、今日発明家の3をクリアしました、はい、さあ次回は何になるやら、ね、はい、ダイスのみぞ知るということで、ということで、はい、今日は終わりたいと思います、はい、ご視聴ありがとうございました。